はい、こんにちは、まつげです。後日談2日目朝になったんですけど、誰しよっかなってめっちゃ迷ってて、毛利寿三郎くん、これ下の名前寿三郎くんだったっけ毛利くんのさ、レベル1、1話見て、登場キャラクターのとこ見たらさ、毛利くん、バネさん、徳川くん、銀さん、龍河っていう謎のメンツが目に入ってめちゃくちゃ気になったんで、これ見ていいですかね毛利くんのレベル1、1話見ていきたいと思います。めっちゃ気になる。何？どういう組み合わせなんこれ。さて今日はこのスタンプラリーしたろ。スタンプラリーが好きなの？私毛利くんの情報全然ないんだよね。もらった時には時間あらへんかったけど、今日は今日さん時間があるしな。スタンプラリーをあのメンバーでするのか。とりあえず全然意味がわからんメンバー。スポーツショップから来てみたけど、どこにあんねやろと。え、マジで？え、誰？え、銀さんとかスタンプラリーすんの？グリップはそれを使ってるんだな。バネさんと銀さんってそんな二人で買い物を来るぐらい仲いいの？これが一番手に合うんや。わしの波動球にも耐えてくれるしな。わしの波動球に耐えれるグリップが一番頑丈説あるな。なるほどな。あの波動球に耐えるグリップ気になってたからすっきりしたぜ。気になってたんだ。確かに気になるな。ラケットも何使ってんのか気になる。鉄のラケットじゃないの？やっぱりじゃないと耐えられないでしょ。中学生らも買い物か。確かに石田の波動球はすごかったな。さすがにスタンプラリーじゃなかったらしい。デュークさんに甘けとったけど。ああそうだね、ほんま恐ろしいね。確かに。ん？あっちにいるの？いや待って、どんだけここに集合してるの？他に行くとこないのか。ん？ああここか。あれ、リョウガさん 何してるの？スタンプラリー？まさかの。なんや、めっちゃ真剣に見とるけど、何見とんの？スタンプラリーを真剣に見てるのか、もしかして。と、声かけんのはやめとこう。やめるんかい。あいつ何考えとるかわからんや。やめるんかい。早くスタンプラリー行きましょうよ。やっぱりスポーツショップには見知った顔がようおるな。まあオフの日あれか、みんな一緒か。徳川さんも来とったんですか？あ、そっか、毛利くんって2年だけどね。2年か。で、徳川くんが3年か。毛利、そちらも買い物か？買い物というか、スタンプラリーというか、そんな感じです。いえ、俺はスタンプラリーしに来たんです。スタンプラリーどこに ありました？どっか見てないですか、徳川さん。おう、景品が目当てなのか。景品、そういや全然見てへんかったです。ああ、スタンプラリーで何、スタンプを集めるのが好きな人なの？俺はただスタンプラリーがやりたくてやっとるだけなんで。そうか。一緒にやります。徳川さんも一緒にやりませんか？3人でスタンプラリー回ります。まあでも後でちょっと確認しとこうかな徳川さんも一緒にスタンなんか乗ってきそうな感じするけどね。こういう感じだけど意外と。うわ、なんだ、なんかすげえ中途半端なとこで終わった。はい、じゃあ毛利くんのレベル1第2話見ていきたいと思います。って前回とめっちゃメンバー変わってるんだけど別の場所にスタンプラリーしに来たみたいな話かな。次はこの店かな。さあどの辺にあるやろか。お、あれは中学生組だったよね。また不思議な組み合わせ見れるんか。これかっこいいじゃん。いや、ここは全然不思議な組み合わせじゃないな。普通だな。似合うと思いますよ。え、何が？何を見てるんだ。ちょいイケだな。いや、待ってくださいよえ、あ、ちょいイケとは？そんなの使ってましたっけ？また流行らそうとしてます？なんか別の激ダサ、ちょいダサに続く
言葉、ちょい池とは。なんねそれ。いや、その千歳さんの母なんねそれって、ちょい池だなに対してなのか、それとも ももちゃんたちが言ってたの似合ってますよっていうものそのものに対してなのか、どっちなのかをちょっと聞かせていただきたい。おお、なんか楽しそうやんけ。なんか不思議な組み合わせちゃ不思議な組み合わせかもしれん。菊丸ももしろまではまあわかるけど、残りが千歳とししどパイセンって何それ。あ、毛利先輩。いや、なんか兄弟みたい。え、なんかこの二人兄弟みたいじゃない。みんなで一緒に買い物か。仲ええな。仲いいね。い、私は今日毛利さんとスタンプラリーに来てるんだけど。いえ、偶然会ったんですね。偶然なのは。そうなんだ。俺はジーンズが欲しくて探してたら。あ、そうなんだね。適当にムラムラしとった俺と。あ、そこは一緒じゃないんだ。ほいで今俺とおったって感じか。ブラブラついでにみんなでスタンプラリーする。にぎやかで楽しいですよ。一緒に見ません。とりあえずみんなスタンプラリーに誘っていく。入れてもろてええんか。おおきに。一緒に回るのか、お買い物するのか。これええな。毛利さん、あのスタンプラリーいいんすか。よかですね。いや、マジ千歳のさっきのどっちに対する言葉だったのかめちゃくちゃ気になるな。真相わからずじまいだったな結局。身長あるから長めの丈似合いますね。身長あるキャラしかおらん。月さんとようおると。あー、確かに自分の背の高さがわからんようになるわ。本当だね。毛利さんクソでかいけど、月さんがクソクソでかいから俺とシルエット見たから千歳も似合うんとちゃうか。あ、確かに。着てみらんせえね。着てみらんせえねってどこの言葉よ。俺もこけないゆるっとした服好きやけん、毛利さんとは気が合いそうばい。確かにシルエット一緒、身長本当に同じぐらいだね。へへ、おやね。クソデカ中学生じゃん千歳千里。何か落ちたっすよ。あ、スタンプラリーカードが温泉マークだったな。ああ、大きいな。温泉なのかな、景品。目的は。そうだよ。もう回ったのかと思ってたわ。目的って？俺はこのスタンプラリーしに来とって。そう。景品は何か確認してないんだけどさ、まだ。へえ、スタンプラリー。なあ、それならあっちの壁際にありましたよ。さすが、よく見てる。ももちゃんパイセン、助かるわ。ありがとうな。ありがとう。なんだこれ、どう落としどころつけるんだろうか。はい、じゃあ毛利先輩のレベル1第3話見ていきます。またメンバー変わってるね。別の場所に移動したのかな。いや、さっきと同じ場所なんだけど。よっしゃ、気合い入れて探したらやないけ。さっきと同じ場所では。ここ並びにあったのかな。うん、電話のとこにはないし、電気のとこにもないな。もうちょっと目立つところに用意してもらえませんかね。スタンプラリー隣は調理家電か。この辺に紛れてへん。そんな、なんかスタンプラリーってこうめちゃめちゃ探すものなの。目立つところに置いてあるもんじゃないの、あれって。ん、ああ、このミキサーな。うちの店でも売れ行きがいいぜ。この部門なら1位じゃねえか。そっか、実家電気屋だったっけ、向かい学徒。なんか電気屋さんだった気がする。歯の切れ味もいいし、攪拌力もある。攪拌力30秒くらいで、むず感じ、すげえ滑らかなスムージーができるんだ。へえ、めっちゃ売り込んでるよ、乾パイセン相手に。おお、やはりデータ通りの商品か。データ通りとかここでも使うのかよ。なあ、俺もしかしてやばい情報を渡してたりしねえか。あ、やばいよ、普通にやばいよ。ちょっとまた最新の犬いじるが
とても助かっているよ。やっぱりやはり新作のために購入を前に。いやいや、新作とかちょっと怖いこと言ってるけど、やっぱり命の危険が迫ってる気がする。やってくれたな、ガクト。おい、イヌイ、ムカヒ。ああ、毛利先輩。チャス、先輩も何か探しに来たんですか？スタンプラリーをしに来ました。うん。なあ、スタンプラリーのスタンプ見とらん？あと一個なんかな？景品なんなの？結局。温泉旅行とかかな、やっぱり。見ている確率 0% です。普通に見てませんって言え。それって確率じゃなくて確実じゃね。いや、そうなんだよ。見てませんって言えばいいんだよ、普通に。そうとも言うな。そうか、すまんな、邪魔して。なんかうまいもん作るんやったら俺も呼んでな。ああ、終わったわ。森さん終わりましたわ。短い人生だったね、森さん。ええ、ぜひ。いや、怪しい笑み。森さん、その時は一人で行ってくださいね。私は行かないので。こっちも違うとなると。てか、まだ見つかってないの？どんだけ隠されてんの？スタンプラリー。スタンプ台。スタンプ台？うわ、これ面白そうじゃん。なんだこの組み合わせ。仲良かったの君ら。結局仲いいのか、ここ二人。それ俺持ってるっす。あ、ちゃんと敬語使ってる。あれ、ちゃんと敬語使ってたっけ、赤谷に対して。マジで？じゃあ対戦できんな。あー、ゲームの話してるな、これ。ポケモンか、桐原に越前。ポケモンかな。二人ともゲーム好きなんけ。スマブラか。スマブラとかめっちゃ好きそう、桐原。お、毛利先輩。チス。チス。毛利先輩もゲーム好きなんすか？どうなの？私マジで毛利先輩に関しての情報が皆無だからさ。今スタンプラリーが好きっていう情報はインプットされたけど。俺もまあせんことはないけど、それよりこっちのゲームの方が好きやな。スタンプラリーってゲームって言うのか？それは、いや、進んでないし、さっきから4から進んでねえけど。5個目ずっと探してんの、この人。スタンプラリー、せやな、このスタンプ。そうなのよ、ずっと探してるんだけど全然なくてさ。毛利パイセン、さっきから4から全然進めてないの、スタンプラリー。こんなに探してるのに。どこや？こっちっす。いや、案内してくれるの？優しい。いい後輩じゃないか。いやー、おおきに。これでコンプリートや。いや、嘘をつくな。4つまでしか押されてなかったぞ。一気に全部押したな、この人。それで何がもらえるんすか？うん、そう、景品、私もすごいずっと気になってたんだけど。何がもらえるの？え？ああ。え？そういえば、何がもらえるんやろ？これ最後までわからんやつじゃないの、もしかして。え？景品のためにやってたんじゃないですか？違うんだよ、桐原赤谷くん。ただただスタンプラリーを探してスタンプを押すのが好きなんだよ、この人は。うん、俺スタンプラリー自体が好きやね。せやから景品はどうでもええいうか。そう、だから景品は私の分と毛利先輩の分と2つとも私が持って帰ります、全部。そういう人もいるんすね。珍しいよね。私も聞いたことない、そんな人。え、終わった。いや、終わったんだけど。景品何だったのか教えてよ。ちょっと。めっちゃ気になるんだけど、これ続きとかあるんかな？終わりなんかな、やっぱり。